いわき校いわき校は、1979年に発表された新鉱物で、国立科学博物館の鉱物学者、松原聡などにより、福島県いわき市の御聖書、万願鉱山で発見された。科学蘇生は、MN2 プラス2を読んで、正方明ら系。ヤコブス校、ジェイコブサイト、MN2FE3 プラス2を4当時区長 1896年命名の酸化の鉄の一部を酸化のマンガンが置き換えることにより対称性の下がった同質異像となったものである。強い磁性を持ち、ヤコブス港と共生しない石英としばしば共生していることが特徴。岩き市の古い呼び名にちなんで命名された。発見者の松原は岩城校を発見した業績により1980年に日本鉱物学会から 桜井賞を授与されている。しかし、スピネル長族の命名規約の確立に伴い、岩木孔は、ヤコブス孔に含まれる酸化のマンガンのヤーンテラー、効果によって構造に歪みが生じたものと判明した。このため、岩木孔は、独立種としての扱いを2018年に取り消され、ヤコブス孔、旧という種名で呼ばれることとなった。松原、エスエトール、岩木いて、 mn2 プラス2 o 4、a ニューテトラガネルスピノーロイドミネラルフロムザコザイショ、マイン、福島プリーフェクチャー、ジャパン、ミネラル、ジュール、Q、383から391、ニッケル EH、グライス JD ザイマ、コミッション、オンニューミネラルズミネラルネームズ、プロシージャーズガイドラインズ、オンミネラルノーマンクレイチャー、1998、ザカナディアンミンダレジェスト、 36、913から926、母子、F、ビアギオニ、C& パセロ、M、ノーマンクレイチャークラセファケーションオブザ・スピネル、スパーグループ、ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・ミンナララジー、31、183から192、ありがとうございます。